はい、こんにちは、うどんです。今回は、以前投稿しました、PC ケースを自作の動画の続きで、NZXT-H1 みたいな煙突型の、ミニ ITX 用オープンフレームケースを作りましょうっていう動画です。で、ロマンとパッションとで、まあ、ある程度パーツを載せられるところまで一気に制作しちゃいましたので、で、そこに至るまでの、設計加工試験的組み込みまでを収録しました。で、あと今回の制作、人力での作業で気づきました点としては、アルミは柔らかいけど硬い。で、前回は、CAD が難しくて覚えられんっていうことで、まあ、100均の木材を加工して模型を作ったんですが、まあ、しっかりした作りにはなりましたが、精度があれで、なんかでっかくなっちゃったりして、あんまり意味がありませんでした。まあ、っていうか、なんで CAD を覚えられなかったかというと、まあ、使ってるのはフリー CAD っていうアプリなんですが、まあ、もしかしたら CAD 全般の話かもなんですが、なんかマウス操作、ドラッグとか回転とか平行移動とか拡大とか、まあ、この辺の基本動作が全然直感的じゃなくて、まあ、コントロールを押しながらとかそんなんばっかりで、まあ、カスタマイズもできなくてプリセットしかない、なんかめんどくせってなっちゃってました。で、その後トラックパッド用のプリセットを発見しまして、まあ、これだと割と直感的に操作できるようになって、まあ、あとは動画で教えてもらったり、まあ、なんか意外とすんなり覚えられました。というわけで、なんとか単純な構造ぐらいなら思い描いている設計図を制作することができるようになりました。で、マザボとかグラボとかの主要パーツの CAD データも、ダウンロードしてインポート、なんかそれっぽく設計できました。まあ、ただネジとか細かいところは省略しまして、まあ、なので実際の制作ではこの辺現物合わせなんですが、まあ、これがいろいろトラブっちゃったり、まあ、確認や微調整が必要になったりで、くっそ大変でした。くっそ。で、主な材料はどこのホームセンターでも売ってるアルミサッシで、L 字の 2m、 厚さ 2mm、 1本800円ぐらいのものです。で、これを4本使いましたが、まあ、加工ミスとか設計ミスがなければ3本で足りそうでした。で、とにかく切る、曲げる、削る、で、穴開ける、で、仮組みして位置調整で、またばらして、また組んで、まあ、機械工具的なのは電動ドリルだけで、まあ、あとは人力、もうマジしんどい。で、ボール板とか切断機とかあればもっと楽できたんですが、まあ、次回制作するときには買い揃えようかなと思ってます。まあ、ただ曲げ加工は結構すんなりできました。なんか平べったい板じゃないので切り欠きみたいな加工をしたんですが、まあ、結果ちょうど1点に力が加わったのか、いい感じに曲がりました。まあ、ただちょっとシワ模様もできちゃいましたが、気にするほどじゃないです。で、穴開けですが、穴の位置を間違えると大変。まあ、実際本番でも何回か間違えたりずれたりして、いや、ケース加工の本番ね。で、設計から変更を余儀なくされ、で、その結果電源のスリーブケーブルの取り付けがギリギリになっちゃいました。で、あと穴の位置決めにドライバーセットのキリみたいなやつでやってたんですが、まあ、開ける時にドリルの刃もちょっとずれちゃうんですよね。で、ずれると余計な調整が増えるんで、まあ、位置決めにはポンチは必要だったかなと。で、接合は見栄え的にトルクスネジを用意で、アルミサッシの方にもネジ溝を切りまして、まあ、ただアルミ材はすぐにネジ溝舐めちゃうんで、まあ、裏からもスプリングワッシャーとナットで締め上げました。で、密になっちゃった部分はペンチで締めました。で、表になってる方はサラネジ加工を施しまして、で、サラネジ用の刃じゃないんでガタガタになりますが、まあ、この丸いヤスリでちょこっと削ると綺麗に仕上がりました。で、一番大変だったのが PCI スロット。CAD の設計でもアバウトにしてたんで、まあ、施工段階でめちゃくちゃ悩みました。で、ヤスリで削ってスペース確保して、で、ストッパーみたいな構造にして、で、最終的にはぴったりはまりつつ、そこそこシンプルな作りにはなりました。っていうか、この削る単純作業はもはや懲役。心折れました。で、ラジエーターの設置ですが、まあ、台座部分までは作りまして、
まあ、精神力を回復させた後、ステイをラジエーターにつけて、この台座部分に設置しようと思ってます。で、ゴム足やマザボ用のスペーサーなんかも取り付けて、で、大まかな筐体部分はこれで完成です。で、加工前の棒状の頃は強度に不安があったんですが、まあ、組み上がってみると、めちゃくちゃガッチガチ。で、それでいって、1キロ弱ぐらいとそこそこ軽いです。で、あと足の部分が綺麗にスライチに仕上がって満足。ここお気に入りです。で、とりあえず、先日の動画でベンチ台に組み込みました、インテル第10世代 Core i3-10100 なんかで構成するサブ PC を、試しに乗せてみようかと思います。で、空冷でラジエーター不要なんで、今回のテストにはちょうどいいかなと。で、まずはマザーボードの取り付け。っていうか前回のまま全部乗っかっちゃってますけど。で、微妙にスペーサーの位置がずれてたんですが、まあそんなに無理せず取り付けできるので、まあ OK です。で、この時点でライザーケーブルも取り付けておかないと、まあグラボとか乗せられない仕様となっております。で、このケーブルはアリババで購入。まあ3000円ぐらいとライザーケーブルにしては安めでした。で、電源は上の方に取り付けるんですが、まあ穴間違いミスにより、まああとプラグイン部分の寸法を甘く見ていたため、まあマザーボードのクリアランスがなくなっちゃいまして、で、スリーブケーブルが取り付けにくいことになっちゃいました。まあ、ちょっとこの辺やっちゃいましたね。失敗。で、あとケーブルが長くて邪魔。まあ、これも自作ですかね。で、苦労して製作した PCI スロットにグラボも取り付けまして、まあ、ここはぴったりはまって気持ちいいです。まあ、ただドライバーが斜めになってネジ止めしづらいんですが、まあ、ここは心折れたところなんで、まあ、またそのうち修正します。で、その他のケーブルやら、プランプランのままの電源コードも取り付けまして、スイッチオンからの起動確認ですが、特に光もしませんが、ま、シルバーのフレームに白黒モノトーンのパーツ。ま、これはこれで武骨でいい感じじゃないでしょうか。ま、ラジエーターとかてっぺんに無駄にファンを取り付けたら、ま、見た目の存在感も出てくるんじゃないでしょうか。で、今後のこのケースの行く末なんですが、まだまだ細かいところが実装されてなくて、で、まずは先ほども触れたラジエーターの設置。まあ、簡易水冷の 240mm から 280mm のやつを乗せたいと。で、もう台座はあるんで、ステイを作って設置。まあ、ただ、チューブが邪魔なのと、まあ、でっかい水冷ヘッドは干渉しちゃうんですが、まあ、とりあえず手持ちのコルセアの 240mm の簡易水冷だと、まあ、大丈夫そうでした。で、フロントパネル系の入出力ですが、もうこちらは割り切って電源スイッチだけにしようかなと思ってます。まあ、あと電源のソケットをどこに収めるかっていうところも考えないとダメでしょうか。で、上面にファンを取り付けたいなと。まあ、なんとなく熱気を上に吹き飛ばしたい欲がありまして、まあ、ケースを密閉したらエアフロー的に効果がありそうなんですが、まあ、オープンフレームのままの場合は、もはや見た目だけでしょうか。で、拡張性もどうにかしたい。で、M.2 を変換して、10GB のネットワークカードを設置。まあ、ただそうすると M.2 が使えなくなるんで、2.5 インチの SSD の設置場所も確保したい。大まかに言って、まあ、こんなところでしょうか。というわけで、今回はパソコンケースを作るっていうことで、アルミサッシより作られし、うどんケース初号機、コードネーム、アシュトレイの、製作過程から、試運転までを行ってきましたが、まあ、結構いい感じに仕上がってきてるんじゃないでしょうか。まあ、ただ、やっぱり NGXT-H1 の作りもいいなと、改めて思いました。で、あと、まだまだ課題が山積みで、これらをクリアすべく今後も活動してまいります。ので、行く末を見届けてやろうっていう方や、この動画がどこかの穴に刺さりましたら、チャンネル登録、高評価、コメントの方をお願いします。今回は以上です。はい、ありがとうございました。